杭州アジア大会、23日開幕、中国の男子バスケットボール代表に、来年のパリ五輪出場権を獲得した W 杯代表が一人のみとなったことに、中国メディアが注目している。写真、へそ出し衣装で NBA をお忍び観戦する広瀬すず。5日、公益財団法人日本バスケットボール協会は男女代表を発表した。男子は W 杯メンバーからは川又浩也、滋賀のみ。トム・ホーバス監督は同行せず、W 杯でコーチだったコーリー・ゲインズ氏が監督を務める。これに対し、バスケットボール人気が高いが、パリ五輪出場権を逃した中国が敏感に反応。新民晩報は、中国代表は W 杯代表から9人が選ばれ、日本は1人だけだった。日本はアジア大会で中国のライバルとみなされていたが、今回、日本は2軍を参加させるため、中国男子バスケチームの優勝の望みが大きく高まった、と、今度は中国が勝つチャンスがあると報じた。また、新浪体育は、日本は2軍を派遣し、平均身長はわずか190センチ。監督も、本物、ではない、と報道。中国にとってチャンスであることを伝えた。